今回は2023秋冬モデル裏肝パーカーが登場しました。ふっくら柔らかな裏肝生地でとても着心地がいいパーカーです。厚手の生地にもかかわらず軽い着心地で普段使いでもお使いいただけます。他にもブラック、スミ、ネイビーの合計6色で販売しております。もう一つのデザインは大人気のヨロピコマーク、胸元のワイピコマークも一新してかっこいいデザインになっています。他にもブラック、ホワイト、オレンジ、セメントの合計6色で販売しております。2023秋冬モデルの裏肝パーカー好評販売中です。詳しくは概要欄から公式オンラインショップにてご注文ください。お買い求めヨロピコ。せーの、本日のヨロピコ。はい、OK です。やるなら今、明日に向かってプレイボールヨロピコ。いやだ、お札に20本打ったりとかね、本当なんです。で俺はさ、もうエンゼルスはさ、もちろんとにかくもう飛び出てほしいんだよね、うん、そうっすよねって言うんだよ。それで俺はさ、あの2人分彼やってるからさ、俺はやっぱり来年はね、今年ホームランをもし取って、15、6勝して、そうですね、サイ・ヤング賞を取って、はい、俺はね、年俸100億円でヤンキースとかその辺行ってもらいたいんだよね。そうですね、そうですよなーって盛り上がって、いいわ、会話が2人分だよって。そうですね、マット君は100億円で出してもさ、いやいや、ほんとそうですよね。ヤンキースだったら出すぞ、みんな桁が違いすぎやん。そう、桁が違う。だけど、そうなったら可能性あるんですよ。だあります、あります。ホームランと最多勝、サイ・ヤング賞、可能性あるんだよ。すごいっすよね。いらないでしょ。オーナーだったらどういうか。金いらないっしょ。ごめん。金の他何が欲しいものがあるかって。いや、あの、もっと寝れるベッドが欲しい。もっと安眠できる。なくらくらでいかよ。言いそうだよね。言いそう。でも、ほんとすごいんだと思う。すごいよね。究極のこだわりマンだ。だから、とにかく言う必要もないし、調子悪くなかろうが、俺は大谷選手を見てるだけで今幸せですよね。幸せ、みんなそうですよね。本当そう思いますよ。みんなそうですよ、うん、朝からは必ず大谷君のニュースじゃないですか。大谷とか偉そうに言えるんだ。まあね、後輩だからね。後輩そうですよね。あんたには言われたくないって言われたら目の前してさ、将来 OB 会かなんかな。あ、大谷君。あ、OB やもん、ね、あ、そうですよ、日ハムですからね。言えますよ、日本ハムの OB だもん。そう、言えますよ。いや、でも本あったらさ、で、辰倉さんも言う、大谷ですって言われたら、あ、大谷君クッて言っちゃう。思わずクッて言っちゃう。辰倉さんもさ、俺が大谷選手と言ったら、お前何言ってんよ、しこ、野球の怖い大谷でいいだろうって言うわけよ、辰倉さんが。で、辰川さんが本当に番組で全部大谷とか呼び捨てできるかって、多分大谷選手はですね、大谷君はですね、絶対俺には呼び捨てでいいんだよ、あんたのお前怖いだろって俺も辰川と同じなんだけどね。だけど思わず本人目の前にしたら言っちゃうかなって言うよね。どうも高橋修子です。2人ともレジェンドですからね。でもそうなるよね。なりそうですよね。まあ、なんかちょっとね、次元を飛び越えてますよね。いや、もう、でも、もう一度も飛び越えたけど、飛び越え方が違いすぎるよね。そう、ふとね、思う時があって、その一郎ってもう10年連続ね、200本だね、4000本アンダーなんだでしょ。そうですね。ほうでね、いやいや、大谷の話題がメディアで今やられちゃうと、イチローがかもうなんか書き消されてしまう。そうっすね。いや、でもイチローは多分ナンバーワンのバッターですよ。いや、ナンバー、本当にイチローが言ってることは俺すっごいことごとく感動してた。ただ、飛び越えすぎそうでしょ。こういったことがあった、うん、僕は4000何百回のいい思いをしたけど、その裏で1万2000回の悔しい思いをしたんです。4000本、アウトね、そのボンガーを研究して、深いな、深いですね。俺言うね、無理じゃん。だからね、いや、いちいち俺は感動しましたね。だから、なんかね、ちょっと別世界行ってね、みんな、大谷さん、あの時にさ、WBC のさ、ロッカーでさ、
確かに憧れあると思います。今日だけは憧れ、うん、これちょっとおかしい、これしまったらやっぱり超えられないと思う。そうですよね、聞いた時におかしいやろ、神様本当だよね。いや本当に言ってるからね、まとえてみんな心を納得させる、やる気をさせる。そうですそうです。これ何年前からこれ考えてたのって思うやん。俺あれが欲しいんだよね、この大谷シーズン一つ、なんかありますよね、そっからこう広がっていくやつですね、あれが欲しい。もうあれ僕欲しいと思ってるけど、手に入れても遊び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 につながってくるんですよ。俺がなんか優勝とかだったら挨拶とかゴミ拾いとかありますよね、遊び遊び、もっと心に余裕を持って遊ぶ、焼酎、ウイスキー、たまにはちょっと酒を抜く日とか、ヨシヒコリンのシート、いいかもしれないですけど、企画でやろうかな。いやでも企画ででも本当にでこれを叶ったかというのを次の企画でやんなきゃいけないです。いいですね、持って。みんなこうテレビでやってるけど、やっぱ本当にこう一郎もやっぱ俺一番だと思ってるし、うんうん、ただ違う上で本当大谷選手がちょっと超えてしまったよね。超えましたね、うん、なんか世界中の話題になってますね。一郎は地球をずっとこうガーッと奥く回って、うん、大谷君は宇宙に行って、宇宙行って多分火星探査かなんか行って帰ってくるっていう。あ、そうね、すごい。そうだ、火星を手に入れるかもしれない。ああ、ちょっと買いましょうか、火星を。何が欲しいですか、火星がちょっと欲しい。は永住権がちょっと今欲しいです。まあでも楽しくさせてくれるんですよね、野球を。本当そうだよね、ちょっと下見になってて、うん、そうですね、野球やってた人間としてはこういう大谷選手や一郎選手、まあ引退したけどやっぱりいてくれるのはすごい、なんか嬉しいですね。ダブル嬉しいでもね、絵に描いた、本当に絵にも描けない終わり方でしょ、うん、トラウトですよ、うん、おかしいって。それもランナー出てどうした、あそこでランナー出てゲッツーですよ、うん、そうね、あんなないですよね、おかしい言ってる、ゲッツーですよ、火星だよ、やっぱり。いや、やっぱ神様がいるしか思えんですよね。強すぎだよ、どうなっちゃうんだろうね。いや、わからん、ほんと想像つかないです。あ、もう時間がですね、今日はなんか2人のフリートークで。フリートーク、なんか今日テーマ他にもあったんですか。あ、いっぱいありまして。え、なんですか、木田さんのことを聞きたかった。あ、いいですよ、いいですよ、だってまた次回ね。何？いやいやいや、まずはもうほら高校時代からいつから野球やられたんですかとか、そういうことからですね。あ、そうだったんですか。遡ってですね、うん、小学校2年から小学校2年生から、そう、早いですね。親父にバットとグローブ買ってもらって、うん、それを買って抱っこして寝たのも今でも。でもね、僕たちの時代そうなんです。そうそうそう、絶対親父とキャッチボールから始まるね。で、今はダメですよ、公園もどんどん危ない。そうそう、ダメなんだね。危ないんですからね。ダメなんだよね、野球場じゃないとやってられない、やらせてもらえないですよね。そうなんですよね。そういうのもだから日本がこんだけ世界一の日本の野球が、うん、そうですね、いやいやいや、中身そうなの、どうしてじゃあみんな上手くなってんですかみたいな、うん、なるんですよね。外国人からの質問が飛んでくんじゃないのっていう、日本だと思います。チームとかにはいつぐらいからこう所属されてこうやられてる。チームはね、小学校の5年かなぐらいの町内会のなんかチームが、そこに入っただけですかね。あとは中学校から軟式の野球部、はいはい、高校は中大連、中学校、まあ、中大連、ね、中大連ですね。で、中軟式で、で高校は、まあ、もちろん硬式で、はいはいはい、っていう。だからね、あの軟式っていう出身者が今ほとんどいないと思いますよね。あ、多いですね、高知県を使うのが、うん、もうシニア、うん、ボーイズとかですね、うん、シニアボーイズでみんな公式持って中学校からやってるから、はい、そうですね、うん、僕も中大連軟式ですからね。うん、そうでしょう。あ、まあ、大野もそうだね。そうそう、あの公式持ってしまう、え、これ石やん、これ石やん、
本当思ったよね。思うよね。何これ石やんって。そのボロボロのほら、余計石だと思うのよ。石ってとこ分からないよね。めっと汚いね。ささくれるでしょ。公式ってこうボロボロになると、そうそうそう、ささくれる。お母ちゃんね、あの縫い目のところが。そうですね。ほんま石だと思ったもんね。そう。マジで。あんなの170キロ投げてねえよ、もう血だらけになってるよ。いや面白い。いや面白いですね、うん、いい感じで話していただいたんで、はい、大丈夫ですか。いやまた台本、まあ、また今回もまた取ってきますんで、はい、またお願いします。お願いします。いつでもどうぞ。いや面白い。大丈夫です。いや面白いトークだと思いますよ。やっぱりこう2人のフリートークっていうか。ありがとうございます。いやでもこの間ね、あれ豊かなやつ、うん、あのこの話もらってから見させてもらって、はいはい、うん、いろいろ話したね、こっち系の話。豊かの場合はちょっとあいつね、車がなんだよと思ったら噛んでくるんだよ。そうあいつが噛みついてくるんだよ。こういう系の話になるのかなと思ったら噛んでくるんだよ。いや面白かったです、ね、豊かはねちょっとね、そっち系で来るからね。もう完全に吉井こそ引き出そうと、うん、僕はこうやって楽しくやるやつですから、うんうん。今どこにいるの？福岡です。あ、そうなの。はい、で、月に1回必ず東京来て。あ、こっち来てるの。ジンギスカン吉彦って麻布十番と大森にあるんで、うん、あ、そうなの。月に来てるの。あ、そうなんだ。で、あと撮影ですね。うん、そう。撮影で、まあ、東京に来てる。俺さ、電話番号入ってたと思うんだよね。何番ですか？え、木田さんの電話番号あと0905、はい、ほら、入ってんだよ。入ってる。入ってる。はい、入ってます。あ、本当？もしもし？入ってますよ。電話番号とかでピーってしてからこれ流しますよ。どうしたおじいちゃんって。おじいちゃんだよ、本当。ちょっと近所のおじいちゃんに使われて大谷君のファンですって言って。今はもうほらメールってやらないから LINE じゃないですよね。これ電話をかけることもしないから、もうこれなんで持ってんのっていうぐらいですよ。持ってる必要ない生活にしてる中で、ほんと。いやだから自分は使ってるだろうけど、俺は全然こんなのただ持ってるだけです、ほんと。はいはいはい、それが大事なんです。そうなの。持ってる心が落ち着くんです。だから向こうしょっちゅうあの持って出るの忘れるの。ああ使わないからね。そう使わないから、これ不便じゃないの、はい、あ忘れたぐらいな。いやいやこれでも焼きサバ高い。ありがとうございます。福岡のこれ。福岡です。へえ。ああ面白いわ。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット。次回もよろぴこ。